マハリクマハリやんやんやん、マハリ,マハリタ、やんばれ、ヤンヤンヤン。マハリク、マハリタ、やんばれ、ヤンヤンヤン。サリー、サリー。魔法の言葉を街中に夢と笑いを振りまくの。サリー、サリー。魔法使いサ、サリー。サリー、サリー、サリーちゃん。 20代の人はねこのマハリックマハリタ知らないって一度も聞いたことがないって昨日震え上がったわびっくりしたわ何だろうこのちょっとこの怖い感じあのね今これ見てる20代の方にね例えるとねあの「月に変わってお仕置きよ」って言ったら「何すかそれ?」って言われた感じ「<laughs> セーラームーンって何すか?」みたいな。 <laughs> それぐらいね、ドスコイ今39歳でほぼ40なんですけども、ドスコイの世代だったらね、どすこイの世代とかね、うスん、どすこいから5歳ぐらい下になっても、多分知ってると思うんですけどね、その、どす、だから39-5,34とか、35より上の世代は、もうほぼ全員、あの、まはりくまはりたって言ったら、多分ね、99%は知ってると思うんですよね。うん、それぐらい、 マハリクマハリタっていう言葉を聞かずに、あの、二十歳とか三十、ま、大人になるのってね、不可能だったと思うんですよ。うん。1998、まあ、80, まあ、80年代生まれとか90年代初頭生まれぐらいの人はね、うん、だってテレビとか昔見てたらね、どっかで絶対に、マハリクマハリタって今の歌ね、絶対流れるし、あとなんかその、呪文をどないよみたいなね、 魔法をかけてやる、みたいな。なんか、なんかそういう魔法をかける話の中で、マハリカマハリターとか絶対ね、一回は耳にしてると思うんですよね。てか逆に、あの、今の、じゃあ20代の人はね、魔法をかけるっていう話をするときに、なんて言うんですかね、マハリカマハリター以外にね、誰でも知ってる魔法の呪文ってありますないですよね。うーん。 でも、20代の人もね、セーラームーンは知ってるみたいなんですよ。そう。だから、あの、ドスコーにとってのサリーちゃんは、今の20代の人にとっての、セーラームーン、なんですかね、多分ね。うん。でね、ドスコあ、なんでこの話になったかっていうとね。 あの、き、なんでそれに気がついたかっていうとね、昨日ドスコイは、あの、まあ、サイラクっていうね、あの、北花田、大阪の北、堺大阪府坂市北花田の、えー、大阪メトロ御堂水泉線の、北花田駅から徒歩5分のところにあるサイラクってお店があるんですけども、そこで、あの、チキン南蛮ンン丼ってメニューが、ドスコイおすすめのメニューがあってね、その、あの、チキン南蛮ンン丼って上にタルタルソースがかかってるじゃないですか。そのタルタルソースをドスコイがかけてあげるみたいなね、あの、メイド喫茶みたいな、あの <laughs>、イベントをしたんですけども、その時にドスコイがね、 あのー、まあ、あ魔法をかけまーすみたいなこと言ってね、なんかこう書くんですけども、その時になんかね、魔法の呪文を唱えたいなと思ってね。で、あの、ドスコイの世代だったらね、セーラームーンですよね。そう、ドスコイからしてもサリーちゃんはちょっと古いんですよ。そう、ドスコイの、あの、ま、うん、マまが、昔見てたアニメぐらい、うん 多分それぐらいだと思うんですよね。けども、ドスコーの世代も再放送とか、あとその、いろんな話の中でね、まハリックもハリタ聞いたことあるみたいな世代なんですよ。うん。なんですけども、その、だからドスコーの場合は、だからセーラームーンのね、なんかこう、呪文か何か魔法の呪文みたいなのがあったら、なんかそれ言おうかなと思ったんですけど、セーラームーンって魔法使いじゃないじゃないですか。ね、あの、まあ、あれ、何戦士美少女戦士 セーラー服を着た戦士でしょだから、あの、月に変わってお仕置きようとかね。セーラームーンはーみたいな。<laughs> で、ヒュインヒュインヒュインみたいな感じでしょだから、セーラームーンじゃちょっと魔法の呪文ないなと思ってね。で、ちょっと古いけど、 まあ、あの、サリーちゃんでいいかと思って、で、しかも、まあ、ドスコイのね、あの、視聴者さんってね、ドスコイよりも年上の人の方が多いのでね、まあ、なんかそっちの方がむしろ喜ばれるかなと思ってね、あの、マハリクマハリターって言ってたんですけど、そしたらね、ドスコイのオフ会にね、20代の人がその時にね、えっとね、5人ぐらいいたんですよ。その場にね、うん、5人ぐらいいたんですけども、で、アメルロンさんもねあの、ちなみにいたんですけどね、あの、その5人とも、全員マハリクマハリタ知らなかったんですよ。で、そのね、 なんていうか、マハリくんま、はり、なんか聞いたことあるけど、でもなくてね。なんか、マはりクマま、はりって何ですかみたいな。へみたいな顔してんですよね。なんか、ドラクエのなんか呪文かと思いました、みたいな。うん。そう。なんか、そんなものは存在しない。なんていうかな。あのー、なんか、え、ドスコイが間違ってんのかなみたいあの、なんていうか <laughs>、あの、ドスコイが今までね、生きてきた中で、マハリくんま、はりとかね、あの、サリーちゃんとかそういう話って全部、 なんかその幻だったのかなみたいな。な、なあの、世にも決める物語って知ってますドラマ、今、あ、それ今もありますよね。20代の人、世にも決める物語知ってますよね。うん、あの、その、なんか、あの、ドラマの中にいるような、それぐらいのね、あの、まハリくマハリったって何ですかっていうセリフがね、なんか、それぐらいちょっと、へーってなる感じなんですよ。そう。同じ世界に生きてると思ってたのに、あのー、なんか、 そう、実は違う世界に生きてたみたいな感じのね <laughs>。もう本当にね、カメハメハって何すかみたいな。ドラゴンボールの孫悟空って何すかみたいな。それぐらいの衝撃ですよ。そう。でね、今ね、ネットで調べ、グーグルでね、マハリクマハリタって入れたんですけど、入れたらね、あの、マハリクマハリタとは、誰もが知ってる、あの、サリーちゃんの魔法の呪文って出てくるんですよ。ね。誰もが知ってるって出てくるんですよね。そう。だからやっぱりそのね、ちょっと前まで、ちょっと前というかその、 うん。だ、どすくの世代ぐらいまで本当に誰でも知ってるね、魔法の呪文だったんですよ。そう。それが多分、2000何年か分かんないけどね、どっかの時点で、その、マハリクマハリタとかサリーちゃんがメディアからね、完全に姿を、い、い、な、あの、完全に姿を急に消した時期は多分あるんですよね。うん。で、あの、さっきツイッターでもね、あの、ホットドッグさんが言ってたんですけどね、あの、パラサイトさんも知らないって。ええー、<laughs> 同じ世界に生きてると思ってたのに <laughs>。 <laughs> えーってね、衝撃ですよね、ドスコイと同じ世代から上の人ね。マハリク、マハリタ。いや、で、ドスコイもね、だからマハリク、マハリタってどういうなんかポーズとかね、そういうのも全然知らないんですよ、ドスコイも。ね。そう。そのマハリク、マハリタ。あと、セーラームーンはドスコイ見てたからね。そう、あのー、知ってるんですけども、セーラームーンとかね、セーラーマーキュリーとかね。うん、まあ、それもなんかあのー、 男,男としてはおかしいんですけどね。ドスクの世代も、男は多分セーラームってほぼ,ほぼ見ないと思うんですけども、うん。あのー、ね、女性はね、セーラーム絶対してると思うんですけども、そう、あのー、衝撃だったっていう話です。うん、でね、ドスクはちょっとね、せっかくその、まハリクマ、ハリタってね、まあ、日本の文化ってそ、そこまで言うかどうかわかんないですけども、まあ、サリーちゃんってね、もう、まあ、80年代とか90年代はもう、ドラえもんに並ぶぐらいの、 ね、もう国民的アニメみたいな感じな、なのにね。それがもう今消えつつあると。ね。もうこのまま、このままいくと、サリーちゃん、絶滅しますよ。うん。あの、サリーちゃんはもう、あの、存在しなかったアニメみたいになりますよ。うん。あのー、なんかそんなのね、残念じゃないですか。せっかくのハリクマハリタっていうね、文化があるのに、文化というか、誰でも知ってるものがあったのに、なくなってしまった。うん。 だからそれはやっぱりテレビを見ないからなのかなテレビ、テレビでもまはりクまはりと出てこないのかな うん。あ、だから、まあ、だから、どすこやね。その、マハリック、マハリタを存続させたいんですよ。そう。せっかくなのでね。だから、今、どすこやは冒頭で歌いました。うん。だから、今見てる、こう、20代のね、方もね、あの、マハリック、マハリタ、せっかくなので覚えてください。まあ、覚えても何のと、何の得にもならないけども、まあ、あの、なんか、20代の人でもね、もう就職とかしね、40代、50、まあ、3、まあ、35歳以上の人とね、仕事をするとか、そういうことってあるでしょ。そういう時に、あの、マハリック、マハリタ使えますので、そう。 マハリクマハリタって言ったら、あのー、なんか、別に、ああ、サリーちゃんみたいな。なんか、ちょっと笑ってくれるかもね。マハリクマハリタって言って <laughs> な、あの、サリーちゃんって言ってくれますよ。うん。だから何って話なんですけども。うん。そう。あ、ちなみにマハリクマハリタはね、タカログ語、タカログ語らしいです。フィリピンのタカログ語らしいですよ。今チラッと調べたら。で、あとね、あの、サリーちゃんのアニメ版にはたあの、マハリクマハリタ出てくるんですけども、漫画版にはね、出てこないらしいです。 それもちょっと衝撃ですよね。へえってね。サリーちゃんのね、あの、あれ、原作を読むと、まはりくマハりた一個も出てこないらしいです。へえ、それも結構衝撃だな。サリーちゃんなのにまはりくマハりた出てこないってどういうこと魔法をかけるって言うんですかね。へえ、ね、面白いですよね。まあそういう、あの、ジェネレーションギャップの話でした。あれ、昨日ね、オフ会来てくれた方、ありがとうございました。あれ、今、今この時点で、現時点でね、 生配のアーカイブがちょっとあの、公開、ちょっと非公開になってます。ちょ、ちょっとね、ちょっとあの、カットしなきゃいけないシーンが出,出ちゃってね。あの、ちょっとその処理に時間かかるので、あの、もうあの、設定はしたんですけど、それをなんか反映させるのにえらい時間かかるんですよ。YouTube ってね。一回アップすると、それをなんか、あの、カットするのすごい大変な、大変とか時間の中、なんでこんな時間かかるんでしょうね。まあ、知らんけど、んこれね、ありがとうございました。ん なんかね、おフ会ね、昨日の生配信でも言ったんですけどね、二日目がね、すごいなんかね、個人的にね、じゃみんながどう思ったかわかんないけど、個人的にすごい良い雰囲気でね、うん、なんかこう、みんなが、なんか、まったりとね、喋ってる感じですよね。で、どすこいも、あの、ヒューって言ってね、たまにどすこい顔出してね、うーんって言っておしゃべりする感じ。うん、で、テーブルを回ってね、なんかこう、で、サイン書いたりとかね、うん、楽しかったわ。 またやりたいなってね、あの思いました。はい。じゃあ、あの、最後にもう一回歌います。ね。はい。皆さんも一緒に歌ってくださいね。結構いい歌ですよ、このサリちゃんの歌ね。おう、ちょっと待って。今日お酒飲んだんですよ。<laughs> あれあ、さっきのビルビアナイは、あ、まん、あ、まらが持ってっちゃった。さっきにまんまらここにいたんですよ。なんか、あの、なんかおしゃべりしに来てね。うん、で、持ってっちゃったわ。うん。はい。 マハリークマハリタヤンバレヤンヤンヤン。マハリークマハリタヤンバレヤンヤンヤン。サリー、サリー。魔法の言葉を街中に夢と笑いを振りまくの。サリー、サリー。魔法使いサ、サリー。サリー、サリー、サリーちゃん。 あの、魔法の言葉を待ち中に、のこの、に、のこの半音下がるのがいいですよね。うん、ここ一番のポイントですよね。はい。最後のちょっと酔っ払いの話聞いてまですいませんね。